あ、田中龍吾です。今回は面どころ水野さんに来てます。今回、著作権の関係上、音声は消してます。では、お店に入っていきます。お店に入っていきます。このお店は楽しみですね。ここのそばの特徴は、スープがすくい通ってます。だしがすくい通ってます。麺も旨味があります。麺も旨味があります。今頼んだのが牛肉のしぐれ煮です。牛肉のしぐれ煮600円、美味しいですよ。これは牛肉に旨味があります。旨味、ごぼうとネギも甘みがあります。これで、まあ600円で高いと思うんですけど、安いですね。この風味で600円は安いです。よかったら一度食べてください。よかったら一度食べてください。紹介するのが天ぷらそばです。天ぷらそば、これ1800円。これ、かけそばと天ぷらがあります。で、これ、普通の天ぷらそばとちゃうのは、好きなように食べてください。かけそばと天ぷらがあると思うんですけど、天ぷらをそばに突っ込んでもいいし、天つゆにかけてもいいし、塩にもかけてもいい。これ、3種類の食べ方を楽しめるんで、これがいいですね。まあまあ、天ぷらも甘いんで、野菜も甘いです。一番すごいと思ったのは、野菜が甘いです。チェーン店だったら野菜がちょっと辛い感じがするんですけど、ここのお店の天ぷらは、調味料なしでも食べれます。ここの天ぷらは最高級にうまいです。ここの天ぷらは最高級にうまいです。もうすべて食べたんで買います。美味しかったですね。ここのそばは本気で美味しいです。天つゆも透き通ってますし、天つゆも透き通ってる。やっぱ一番思うのは出汁が違いますね。ここのは出汁が違います。麺も旨味があります。最後に住所を乗っけます。最後に住所を乗っけてます。で、こっから乗っけます。もしよかったら、面どころ、水野に行ってください。場所で言うと、トアローノのサッカーショップカモの近くにあります。サッカーショップのカモの近くにあります。よかったら一度行ってください。では、さよなら。